ダーニーさん、はい、初めて銀行強盗でも行きますか。いや違います、顔隠してた怪しい、めっちゃあのね、この間からようやくバイクが、はい、バイクのその YouTube をやろうってなって、はい、この CBR600FOI をいじっていいって言うから、はい、それ早速やっていきますか。そうですね、あのまずだから整備としては何今日やりますか。まずもう基本としてはタイヤですね、はい、タイヤ、これはい、これ何ですかこのタイヤ。これはミシュランのパワーファイブです、はい、最新のタイヤですね。上等なのこれ、めちゃくちゃ柔らかくて、本当だ、ぐにゃぐにゃだ、もうどこまで倒してもへばりついてるやつ、もう全然柔らかいんで、食いつきすぎてハイサイドとか起こさないですか。大丈夫ですか。いや大丈夫ですもんね、こける気しないですね、これ。こける気しないです。でこれをこいつに履き替えるっていうのをやるんですけど、はい、あのメインとしてはね、あのこれからねこのバイクを CBR600F4i を、はい、あの整備していくんですけど、ええ、まあ僕が無整備のど素人なので、あのこれを見てくれてこのお父さんたちに、なんか自分でもちょっと整備できるんじゃないかという動画もね、はい、あのやり方を伝えられたらいいなと思ってるの で、ね、はい、あのその辺を僕に教えてもらいながら、このカメラを通じて向こう側にいるお父さんたちに、あ、そうですね、俺もやってみようっていう感じで、いろいろとあの手取り足取り1から10まで、そうですね、もう分かりやすく説明しますので、はい、お願いします。視聴者の方も、はい、もう次の日曜日にタイヤ交換やってみようかなみたいな。けど普通は思わない普通はもう出すけど、まあけどね、自分でやってみようと思う人がいれば、そうですね、で必要なものは、はい、バイクをまず立てなくちゃいけないので、はい、なるほどね、この前輪の上げるスタンドとリアを上げるスタンド、はい、この2つがね、なるほどね、これがないとやっぱできないんですか。そうですね、あとタイヤレバーいろいろ必要ですね。ちなみにこれ買おうとしたらこれいくらなんですか。だいたいもう2万ぐらいです。2万ぐらい、2万以下、1個2万以下、1個2万以下、はい、らしいですよ。まあまあそこまでしてタイヤ交換をする人がいるかどうか分かりませんが、じゃあとりあえず早速、そうですね、やっていきましょうか。はい、お願いします、はい、じゃあ早速バイクを立てていきますか。そうですね、これリアよ、リアですね、はい、リアスタンドからまずかけて、はい、後ろ上げていきます。あ、これをだからどこにかける。このスイングアームの、スイングアームのこれね、スイングアーム、はい、はい、いいところに引っ掛けます、はい、でちょっとこうリフレクターとか当たるんですけど、はい、車種によって当たるんで、はい、外した方がいい車種もあるかもしれない。なるほどね、これは大丈夫です、こんな感じです、はいはいはい、こんな感じではまります、はいはいはい、けど今これさ、バイクが斜めになってるから、はい、なんかこうなってる、バイクを立てなくちゃいけないですね。これ一人の時どうするんですか。一人の時はもうハンデモのこのベルトを持ちながら支えて、それめっちゃ危険、めちゃくちゃ危険。じゃあとりあえず今日はもうド素人の僕がやるんで、一人じゃ多分無理だから僕これ後ろやります。はい、後ろはめさせてください。だから西川さんこれ前バイクを立てます。ちょっと待ってくださいよ、これをスイングアームの方にこう引っ掛けて、はい、はい、ここでください、はい、でこれをスイングアームの方に引っ掛ける。そうです。どうでもいいですか。L 字を左右に引っ掛けて、はいはい、かけました。引っ掛けましたよ。グイッと下に引いてください。これ引きますよ。はい。はい。OK。行きましたね。はい、行きました。大丈夫です。安全です。ヤニさん、フロント曲げました。そうですね。でこれをだからどこに？これを、はい、ステムシャフトを穴に差し込みます。はい、ステムシャフトこの下のやつね。はい。に穴に差し込むのね。あれこれやばいっすね。あれ。あれと日産。問題発生。穴が隠れてます。これ何？クラクションじゃないこれ？そうですね。ホーンで隠れてますね。ホーン取られてます。どうするのこれ？邪魔な部分があった場合は全部外します。まあ、そりゃそうでしょうね。外しますか？そう。じゃあこれ外しますか？どっからどうやって外したらいいのか？まずここのボルトを取られるのが。うわ、どこにこれ？これだ。そうです、ここだ。どっちよこれ。こっちに。こっちですよね。はい、完全に固着点です。ああ西、西はい、西さん、西はい。
お願いします。狭いところにあったりするので、なかなかね。もうよし、はい、いた。また。回りました。回りました。あとはもう手で。外したはいいものの、よくあるんだな、はめずに、そのまま走るみたいな。で、うん、そういうことあるんで、はい、もうあの全部組むときも、はい、あのもうダブルチェック、はい、2回確認した方がいいですね。了解。それプラボルトですね。はい、じゃあこれいきますよ、これをはめますか。その前に、はその前にここのコマのサイズを確認したいんで、はいはい、これどうやって確認できるんですか。一回外してですね。どれを？これを？ボルトを外して、駒を離す。できない。このスタンド買った時に、駒は何種類かあるんですけど、この穴に、穴に合わせて、入んない。入んないですね。これ大きいです。今あるやつは大きい。これちっちゃいかもしれないですよ。もしかしたら。入ればいいのか。はい、あ、入ります。じゃあこれつけましょう、はい、これをつけて、でこれをつけてです。なくしやすいんで、うん、ちゃんと保管しておいた方がいいですね。工具箱に、ね、これでよっしゃ。そしてこれを入れていけば、先ほどに入れていく。そうですね、傷つけないようにこうやってコードもかわして、ブレーキホースありますね。ブレーキも使わせました。あ、来たね。はい、起こしますよ。入った、僕は入ったですね。はい、行きますよ。よいしょ、ここで上がりました。上がった、本当に上がった、上がった、上がった。初めて上げましたバイク。じゃあ次はキャリパーですね。キャリパー、キャリパーってこれでしたっけ。そうですね、ブレーキキャリパー、はい、ダブルディスクが2個ついてるんですけど、はい、まず右から外しますか。はい、キャリパーをね、キャリパー、キャリパー外すの初めてだ。で、これをこれなんですか。これは12ミリの T 型のレンチ。 T 型レンチで、これはここ、ここですね、ここですね、はい、この2個ですね、はい、これをもう舐めそうだもん、これめっちゃ怖い。押さえつけながら、舐めそう。こんなに硬い。嘘でしょ。電動工具ありますけど、ね。来た来た来た。来た来ました。あ、楽しい楽しい。取りますよ。はい。ゆさん、お皿、お皿ください。そして、これも取れる。で、これを後ろに引きながら外します。いいですか、取りますか。はい。全然掃除できますね。何で？どうやって掃除するか。あのピストンを回す効果なんですね、はい、それでキャリパーのこのブレーキパッドを取った後に、はい、ピストンを回しながら、はい、ピストンをちょっと出して、はい、それでワイヤーブラシで真鍮の、はい、磨いていると、錆も取れる。錆びてる場合なんですよね。これは錆びてないですけど、今日はいい？する？とりあえずタイヤ交換だけまずはね、まずね、まずはそれからやりましょう。じゃあ反対のキャリパーも外して、うん、うまちゃん、これ舐めるのが怖いですよね。あ、舐めた。よっしゃ。いや、これ工具も必要かもね。結構ね、これ日産がいてくれるからいいけど、これ自分家のガレージではもう
使いやすい工具全部すごいの大変なんで。でもある程度これ絶対必須の工具なんかも紹介していけたらいいですよね。はい、これいかがですね。掃除してあげたい。まあとりあえずキャンバーかけるって感じですか。はい、でもこれ届かない、届かないからこういう時は、はい、結束バンド、ね、結束バンドで輪っか作ってあげて、ここに引っ掛ける、ここにぶら下げれば、はい、ここにぶら下げればね、そうすれば当たらないからね、コース痛まない、はい、素晴らしい、欲しいですね、こんな感じで、はい、こんな感じで、はい、OK、 で次はどこ外す、ヘルパーを外しましたよ、ヘルパーを外して次はこれを入れます。はい、これを入れて、はい、まずここですね、アクセルシャフトを入れてるんです。まずこれを入れます。アクセルシャフトね、アクセルシャフト、アクセルシャフト、アクセルシャフトですね。アクセルシャフトでどれですか。これのこと、ここのタイヤを、はい、これを支えてる、そう、支えてる棒なんですけど、はい、それがアクセルシャフトですね。全然しますか。でこれ上に、これ簡単に見ました。次は、はい、次はアクセルシャフトを回らないようにロックしてみます、はい、で合計4個ボルトがついてます、はい、ついてますね、これね、はい、これを決めてください。あ、ちゃんとこっち側に来た方がいいです、体がロックロック下に左回しなので、同じように、この動画を見て喜んでくれるおじさんたちはいると思いますか。いるでしょ。いる。めっちゃシュールですよ、この映像。いたら嬉しいですね。で、最初に言ってくるのは忘れたんですけど、全部ボルトとか入れる前に、こうジャッキアップっていうか、スタンドで上げる前に緩めた方がやりやすいです。バイクが不安定になって、今回はもう上げちゃってるんで、このままやってますけど、上げる前にやった方がいい。これで上げる前に。上げる前にある程度緩めておいた方が軽く。の方が安定するんですか。そうですね。へえ、らしいです。なんで上げたんですか。最初に上げちゃいました。自転車でしかこれタイヤなんか外したことない。自転車のパンチューブ。はい、取りました。次は、はい、こいつを。これ何、これドライバーで。ドライバーが一番先です、はい、これでこちら側に引き入れてください、はい、いきますよ、はい、そうです、回しながらこんな感じで。おら、抜けてる抜けてる、支えとくんで。おお、来た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 。あ、ちゃんとグリスがのまま塗ってあって乾いてないですね。いいです、ね。これグリス塗ってないと、はい、あの塗るときめちゃくちゃ苦労するんで。これがアクセルシャフトです。アクセルシャフトね。ね、そしたらもうこれ取れるんじゃないですか。そうですね。取れますね。ああ、いいね。で、フェンダーにちょっとこれぶつかるんで、はい、持ち上げますか。いや、持ち上げないです。ちょっと斜めった感じで、はい、これ余裕がない。余裕はないですよね。余裕がない、うん、ちょっとここはもうペンキルカップ、はい、よっしゃ、
さあ取った。さあ全品取りましたよ。これはどう置けばいいですかこれ。これディスク、まあ、ディスクありますこれ。ディスクをまず外しますよ。次はディスクも外す。はい。でこれ、これ外すと、これ、そうです。これ六角で全部外すんですけど、さすがに、うん、手でやると一気に取るかかんないんで、はい、舐めやすいんで、全部攻撃します。はい、よっしゃ。さあ、ディスク取りますか。ディスク取るんですけど、はい、電動工具で一気に取りかけて回そうと思うんですけど、はい、ちょっと固着取ったんです。固着で、あ、舐めないように。でネジロックとかもついてるんで、はい、回す前に舐めないように、はい、ちょっと緩めてあげてください。で、こう、まあ、鉄のハンマーがあるんで、はい、これで、はい、叩いてあげてください。そう、舐めにくい。そうですね。プラハンだとダメなんで、はい、金属の、はいはい、プラハンだとなんでダメ。プラハンだと力が加わらないんです。うん、なるほどね。プラの柔らかさで吸収しちゃうんです。 OK。 でこれで、はい、そして電動工具で、これ六角の何番でしたっけ。これ六角6番です、ね、6番よく6番使ってます。はい、スクリーン、はい、でこれでですね、はい、こう合わせて合わせて、でこの出っ張ってるこの距離が、はい、で上からまっすぐ押し当ててください。押し当ててます。いきますよ。完全にまっすぐ、完全にまっすぐ、うん、まっすぐなってなかった。はい、いきますよ。はい、これです。で、トピー、はい、トピー、はい、で、反対側にしますか。はい、対角の方がいいです。よいしょ。で、ディスクが取れます。はい、ディスク取りました。で次は反対側に行って、反対側も、はい、まあ、さっきと同じようにですね、おまじないで、はい、カンカンやってください。押さえつけて、ディスク取りました。でこれでディスク取りました。はい。でディスク取りましたよ。でディスク取ったんで、はい、次はリード落としで、リード落としたいんですけど。リード？リード落としです、ね。リードってなんですか？ここのタイヤのこのホイールと接触してる部分。はい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 。でこれをバコッと落とさないと、はいはい、タイヤ脱がせられないんですけど。はいはい、まず、はい、虫回しで、はい、虫外してエア抜きましょう。はい、これどうするんですか？これを普通に左回しで。取り回し、はい、回していただければ。は？そうです。あ、逆ですね。左回しですね。こっちですよね。あ、こっちです。こっちです。こっちで回す。あ。で、もう全部回して取っちゃっていいです。これはもう。はい、これ何？これリード落としですね。でこれ自動車のタイヤ用なんで、はい、バイクだと、はい、こうやってセットしても全く足らないんですね。足らないですね。足らないんです。足らない。全く足らないんで、はい、でこれじゃ落とせないんで、はいはい、だからこの高さを上げるために、はい、自分の場合はフロントをかませ、はい、フロントフォークをかませて、はい、高さをこれで出して、出して合わせて、で、あ、でこれでバコンと、おお、いいね、おお、いいね、はいはいはい、おお、オッケー。これを反対側、はい、反対側もね、同じように、はいはい、これ近いですよ、はい、いいですか、はい、はい、いいですか、オッケーです。タイヤレバーでちょっとあんまり気付けない。やってないから、ホイールはね、はい、これで落とす。はい、わかりました。いいとこ、この際からですね、この落ちてる際から、ここら辺から、
落ちてないかも。落ちてないね。落ちてないです。落ちてないですね。ここ落ちてる。ここ落ちてる。ここ落ちてる。落ちてる。あ、ここ落ちてる。あ、来た。あ、来た。はいはい。はい、来た来た来た。これ硬いんで、はい、もうタイヤレバーでもう硬いタイヤの場合は、うん、もう支えてね、結構ね、もう支えて、はいはい、ビードを落とした状態を維持しながら、はい、そうできますか、めくってください。はい、めくっていきましょう、ね、やっぱこうやって出てくるから、ここまでくらいは大丈夫です。本当ですか。あとはもうスルスルいけます。刺す時も、はい、なるべくこの刃の角度を切るんですよ、うんうん、こうだと入らないんです、はい、こっちの引っ掛ける方を、はいはい、下にしてね、引っ掛ける方を下にして、はい、でこれで差し込みます。いやマジ硬いです、うん、マジ硬いね。あ、いったいったいった。ちょっとずついきましょう。ここも硬そうだ。あー、硬い硬い。うっしょ。でもホイールに絶対傷つけたくない人は、はい、このリムガードをつけてください。はい、すごくやりづらくなるんで、うんうん、リムガードをつけない場合ありますけど、今はもうつけないです。こんな硬いのだとリムガード切れちゃうんで、あとはもう大丈夫です。ですか。あとは差し込んで、そうですね、その角度ですね。込んでもらって、いや買った。めちゃくちゃ硬いですよ。ほら、やばい。差し込めないもん。ほら、どういうこと？もうこの端、この辺からですね。もう刺さってないですね。刺さってないでしょ。ホイールとタイヤの隙間にグイッて。もっとですね、寝かしながら、うん、寝かしながらグイッていく。何何何何入ってない。入ってないっすよ。入った。この連続です。買った。いや、これ硬い。で次、ここ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 ら辺、後あたりです。で、今もう寒くなってきたんで余計硬いです。みたいな。抜けましたか。抜けました。あ、抜けましたね。じゃあここスポークのところを避けて、はい、真ん中あたり、はい、これも、はい、本当はリムガードつけた方がいいんですけど、はい、もう今回はもうつけないといけません。はい、わかりました。これを差し込みます。はいはい、それでこれをこっちにですね、グイッとやってください。はい、こう引っ張ってください。もう使い方に行きましょう。はい、いいですか。はい、でこの状態で生地ちょっと刺してください。はい、ちょっとね、油でね、ちょっと脱げやすくします。はいはい、ぬるっとね。そうですね、グイッとやります。グイッてグイッて下に引いた状態を維持してください。はい、この状態でもう一本かけます。はい、こうやって下に下ろすと、ちょっとずつ、はい、ちょっとずつ、はい、抜けてきた、はい、抜けてきた、はい、もう抜けます、これで抜けます、抜けますか、あ、こう、あとは出ばいけないです、これで、はい、足で踏んづけて、足で踏んづけながらこれを引いてください、よっしゃー、よし、いいこと取りました、結構大変、カチカチこのタイヤ、そして次はエアバッグを交換したいんで、これね。そうです、エアバルです、はい、エアバルはもうこれは捨てるもんなんで、切っちゃっていいんで、はい、切って外しましょう。切るってどういうことですか。これ切る、これどこ、このね、首のところに、はい、ここ根っこ、そう、ニッパーを入れて、はい、どんどんブチブチ切っ てください。これ切れるの。切れます。これを、ええ、切りますよ。はい、ちょっとずつ切りますよ。はい、よいしょ。はい、行きました。ええ、取れました。取れました。で、こっちも抜けばですね。
こっちはあの見てください、フォークで引っ張っちゃうように、これちょっと甘く挟んで、はい、はい、取りました、はい、OK、タイヤボルブ取った、 OK ですね、はい、で次は、はい、エアバルブを入れるんですけど、はい、これエアバルブ入れる、はい、いい効果があります。何ですかこれ、エアバルブをテコの力で、はい、パコって入れるんですよ、はい、まずエアバルブの蓋を取ります、はい、それで刺しますね、刺しまして、刺す前にね、はいはい、ちょっと油拭いてください、はい、わかります。それで次はこいつにですね、はい、どうなってますか、この専用工具で、はい、ある今便利なのがあるんですよね。でエアバルブのここに普通にこう入れるんですか、はい、入れます、回します。それでそれでこれを引っ掛けるんです。引っ掛けのこれ引っ掛けて、はい、でここでゴムを噛ませて、あ、そこでテコの原理でテコの力でこう入れるんです。ほう、入りました。これテコの力使わないと叩いて入れたりするんですけど、はい、切れちゃったりする、ね、なるほどね。あ、それでも噛んだってことですね、完全にエアバルブが入ってます、ね、あ、入りました、入ってます、はい、それできっちり入ってる、はい、エアバルブが入ったんで次はこの古い、うん、これまあ綺麗ですけど、はい、一応掃除しましょう、掃除しましょうね。タイヤのカスがついてたりする、はいはい、そのカスを取りたいですね、はい、これはこれ液体はない、これもラッカーシンナーです、はい、ラッカーシンナーで、ラッカーシンナーで磨くて、磨いてですね、はい、古いカスを取っていきます、うん、はい、でこれなんかあんな汚い硬いタイヤついて悪いのは、ね、汚れが少ないですね、汚れ少ないですね、すげえついてるのがあるんですよ、めちゃくちゃついてるのがあるんですけど、これは比較的綺麗です。掃除しなくてもよかったくらいですけど、うん、まあ、やっていきましょうね、一応やりましょう、はい、こんな感じで、はい、オイルは磨かなくていいですか、オイルは後で掃除すれば大丈夫です、はい、わかりました。